車両制限例とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、通行できる車両の制限を定めた政令である。通行できる車両の幅、総重量、軸重、隣接軸重、輪菓重、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた、政令である。この制限を超える車両は、 道路法第47条第2項により原則として道路の通行が禁止されている。制限を超える車両を通行させる場合、車両制限で第3条の制限を超えるものは、道路法第47条の2第1項の特殊車両、通行許可を車両制限で第3条の制限を超えないもので、車両制限で第5条から第7条までの制限を超えるものは、車両制限で 第12条の特殊車両通行認定を受ければ、通行することができる。いずれの場合も、助行等の条件が付される場合がある。また、ここで言う道路とは、道路法上の道路を言い、臨行道路、農道、林道、市道などには、道路法及び車両制限令は適用されない。車両制限令では、道路を通行する車両の福音を制限している。なお、車道や路肩の定義は、 道路構造例に基づくものである。通例、道路構造例の路肩は区画線である、車道外側線により区画され、車道と路肩は構造上明確に区分される。またこの制限は、一般道路を前提としており、高速道路等には適用されない。一般本件制限における、車道の複員は次の表の定義により、車両制限例による車両の幅の制限は次の、 表により規制される。なお、特例のいずれもない道路の区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両については口述。特例市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路の内道路管理者が指定した道路であって、歩道、または自転車歩行者道のいずれもない道路の区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両については、 車両制限令による車両の幅の制限は次の表により規制される。ありがとうございます。